いよいよ10月に入って歴史的な運命の時は流れ始めたわけですが前回の動画のイギリスの政策はブレーキを踏みながらアクセルを同時に踏むようなものこの事態も時を表すその事象ではありますがこんなことを続けると事故が起きてしまうタイヤが剥げてバーストしてしまったりブレーキパッドが摩耗しすり減ったり最終的にはもっと大きな事故大惨事が起こる 車の車両それ自体、気候そのもの全体が使い物にならなくなってしまう。イギリスの当局者の運転手は、アクセルペダルを戻すのか、ブレーキを踏むのをやめるのか、どちらか一方から手を引かなければならない事態に陥っているとされています。今回はイギリスのドタバタはこれから起きることの序章であること。 その影響はアジア全域に広がっている件、そしてインフレとの関係性。銀と金が売れて売れて、在庫はなくなっている状況。ロシアはウクライナ領土のその4つの州にわたる10%以上の領土を併合文書に正式にサイン。その一方、ウクライナはな a 北大西洋条約機構の加盟を望むという件についての目視録的な警告などについて見ていきたいと思います。 冒頭の大きな事故に例えていたのは、いつもご登場を願っている専門家。VBL さんがゼロヘッジで言っていたことですが、ゴールドマンから見た英国のピボットパニックから。金融緩和と緊縮財政でディスインフレーション。インフレから抜けてデフレになっていない状況。ディスインフレの追い風が吹いていた時は去った。 新たな節目の到来、財政支出のばらまきと金融緩和の時に、インフレの逆風が吹き荒れる中、移行したのであります。さてさてさて、ゆるい財政、大規模な財政の拡張、そして金融引き締め。市場はこの2つの政策の最初の戦いの勝者を教えてくれました。はてさて、その勝者は、ハイパーインフレです。不況を上回りました。 彼らは当分の間、政策金利は上げ続けるでしょう。しかし、中央銀行が抱える資産を売却して、マネーサプライ。 通貨供給量を減らし、ビルト債。英国政府の国債の価格をコントロールする計画はすべて頓挫。その真逆を採用。政策金利を上げながら、印刷ほやほやのお金でさらに債券を購入する量的緩和へようこそ。しかもゆるい財政ときたもんだ。金利を上げることでインフレと戦って ていると言いながら量的緩和をし財政的には人々にお金を与えて物を買わせるというブレーキを踏みながらアクセル全開イギリスは強行による崩壊のリスクよりもハイパーインフレのリスクを選択したことになります政策金利を上げ金融と財政の引き締めをブレーキ量的緩和と緩い財政をアクセルに例える VBL さんは市場が左の足か 右の足か、どちらの足が優位なのか、その判断について、そしてその結果、中流階級や庶民が大打撃を受けると予想しています。マーケットはこの動きを見て、ブレーキとアクセルに乗せた左右の足、どちらの足が競争に勝つかをかけました。イギリスの市場はアクセルペダルを選んだ。イングランド銀行はブレーキから足を離し、国債の買い入れを再開、紙幣をパチパチ擦り続けることを選択。 これでは物価高は続き、その煽りを受けた人々は解雇されてしまい。 その結果、失業率は急上昇してしまい、生活水準は下がり、私たちは皆、お金を持っていても何も買えなくなってしまう。西側諸国が産業を再構築している間、この状態が続けば、中流階級とはおさらば、貧困化待ったなしとなってしまいます。そして、イギリスのアクセルベタ踏みの状況は、いずれ FRB にも伝播すると予想する VBL さん、FRB のピボットの可能性について述べました。 もし、イギリスが完全にピボット、金融政策の転換、軸足を変えたなら、米国の FRB のピボットを止めることができるであろうか、このように疑問を投げかけています。結局のところ、FRB がどんなに頑張って節約していると言っても、イギリスで起きたような金利上昇などの火花がアメリカに降り注げば、パウエル議長は政治的、経済的圧力からすぐに QT、量的引き締めを停止するであろう。 もしイギリスが軸足を変えたなら米国の FRB が軸足を変えるのをどうやって止めるのだろうかドルは基軸通貨なのでインフレを輸出できて優位な立場イギリスはアメリカより先に破綻するだろうこのためアメリカ人はインフレと長く戦い他の国々の人たちの失敗 から学ぶという贅沢ができると表現しています多くの人が考えているほど早くはないにせよピボット軸足転換が行われると vbl さんは言いますこの火を吹く何かこれが起これば両敵緩和をする口実にもなりますイギリスが破綻しなければピボットはないもしイギリスが破綻すればアメリカも破綻する可能性がありますがそれはまだまだ先の話でしょうと締めくくってもいます イギリスの年金が存亡の危機を迎えるのか。不足する証拠金はまだまだ足りていないようでして、年金を運用する基金はどんどん資産を売却しています。あらゆるものを強制的に売却。イギリスの年金基金は今もなお、資産を整理し、救済を求めているとゼロヘッジに詳細があります。そのイギリスでは紙幣の交換は中央銀行、イングランド銀行の本店、 ロンドンの本店でしか両替できなくなり郵送での交換も300ポンドまでしか受け付けないので週明けから少なくとも2時間待ちの長い行列ができることが予想されてもいます英国の20ポンド50ポンド紙幣が期限切れにどうするのか交換するにはどうしたらいいのかイギリスでは紙の紙幣の時代の周到紙は終わりました ポリマー製の紙幣のみが採用され、紙の紙幣はすでに今月10月から法定通貨ではなくなり、使えなくなって違法となりました。銀行に入金はできるので、旧紙幣のタンス預金の炙り出しの効果もあります。日本も新紙幣があと1年と5ヶ月で登場します。そしてアジアにもその波は押し寄せ、その影響が表面化し続けています。 ブルームバーグが韓国の中央銀行が21億ドル相当の国債を購入すると発表。介入する国のリストに加わり、台湾では株式の空売りを禁止する用意があることを当局が示唆。その内容はパニックが広がる。アジア全域で急落保護装置が作動開始し始めるとゼロヘッジ。為替に介入したのは日本だけではありません。インドネシア。 インドの当局も自国通貨を下支えするために全面的な介入を行いました。お隣は中国。人民元もタイドル相場が11%以上減安に振っていて、28年ぶりの下落の記録。この減安に対応するため、人民元介入の準備を進めていることが判明してもいます。ロイターの独占記事では、中国の中央銀行、人民銀行が国有銀行に対して、 人民元介入に向けた準備を指示したと報道されています。中国の中央銀行は人民元の下落を食い止めるため、主要国有銀行に対してオフショア市場、国外でドルを売却する準備を整えるよう要請したと意図的なのかスクープなのかはわかりませんがリークされました。国有銀行は香港、ニューヨーク、ロンドンを含むオフショア支店に対しオフショア人民元の保有状況を確認して、 米ドドルルのの準準備備高をを投入できるるようにすす売りの準備を指示していますなぜオフショア海外で介入の準備をしているのか。それは国内の影響力は3割にとどまり、海外の取引量が7割を占めているからとなります。オフショア市場で通常中央銀行の移行を受けて動く中国の国営の銀行はオフショア市場でなるべく多くのドルを調達するために奔走している。 ドルを目いっぱい溜め込んでいます。また中国金融当局は地方銀行に対し、人民元の為替の固定を2年ぶりに復活させるよう指示、通貨安の防衛を図ろうとしています。だからといってドルのアメリカの状況はといえば、次にインフレについて。これだけアメリカでは FF 金利を上げて、量的引き締めも始めているのだから、インフレは改善するという専門家の予想はまたしても間違ってしまい。 机上の空論だったということがまたデータで現れてしまいました。若干の改善でさえそれはもう少し後になりそうです。少し時間を置いてから若干改善するシナリオに変更ということになります。以前の動画にありましたが過去の例としてインフレ率が改善し金融政策を変更。その後さらなる物価高が襲うという予想を立てていましたがそれが少し後ろにずれるということになります。それは表す記事。 個人消費の急増に伴い、FRB が好むインフレ指標が予想外に急騰から、米国経済が不況に陥り、世界市場は混乱しているにもかかわらず、インフレがようやく落ち着くという希望は消え去った。そして次のグラフが示すように、消費の熱狂的な伸びは減速しているにもかかわらず、FRB が好み、そして注視するインフレ指標は PCI、消費者物価指数ではありません。 それは PCE と CorePCE の2つ。その両方が予想を大きく上回ってしまいました。つまり、年率換算でヘッドライン p c e は前年比6.2%と予想の6.0%を上回りました。CorePCE は4.9%と予想の4.7%を上回り、7月の修正値と変わり映えしませんでした。ちなみに7月の6.4%は下回っているものの、 この数字では当局も困惑しているのではないでしょうか。これはさらなる利上げを意味し、そしてさらに多くの混乱が市場で起こるからとなります。ヨーロッパでも過去最高のインフレ率が出てきました。灼熱のインフレ率が過去最高を記録。初めて2桁の上昇へから。9月のインフレ速報では、ユーロ圏のヘッドライン HICP インフレ率は82ベースポイント上昇の10.0%。 厳密には9.96%を記録と報道されました。しかし、まだまだアメリカでは使えるお金が余っていますので、懐具合を寒くする金融政策。さらなる利上げが続く降参が高くなっています。ただでさえアメリカがドルを吸い上げて、世界の国々の通貨が弱くなって不安定化している状況、これが継続します。これは何が起こっているのかと言いますと、皆さんの銀行口座にある全ての現金は、 ただただそのお金としての価値を失っているということになります。物価高に対してはそのことを念頭に置いておく必要があります。今の政府と日本銀行は国民のための行動をとる政府と中央銀行ではなくなってしまいました。もう国民全体のためというよりも政府の考える日本、政権のための政権の、そして利益団体のために行動しています。物価高を通して皆さんから文字通り盗んでいます。 何度も何度も言わないでとうるさがられてしまいますが、現金や預金として置いておくと痛い目に遭ってしまいます。物価高だけではありません。社会保障費と税の増額、消費税増税の計画、そして高額療養費制度の廃止も着々と進行しています。次に著名な投資家のドラッケミラーさんも最悪を想定しているようです。我々は大きな困難に直面していて、 本当に悪いい。こことが起る可能性は排除できな最悪を排除しないから本当に悪いことが起こる可能性は排除できない彼は4月にゼロヘッジが言っていたこと全ての FRB の FF 金利を上げていくサイクルは政府銀行投資家のデフォルトと挟んで終わるこのことを表しているのがこのチャートでして必ず繰り返しているという歴史があって それはドラッケンミラーさんも言っていることになります。彼はご存知の通り、ジョージ・ソロスさんのファンドのトップを務めた伝説の人物。過去10年間の異常な量的緩和とゼロ金利政策が資産バブルを作り出し、今それが潰れる。これこそが迫り来る不況の原動力になっていると指摘しています。強気の相場の市場を引き起こすすべての要因が止まるだけでなく、ことごとく逆転しているとも。彼によれば人々が中央銀行を信用しなくなれば、 暗号資産仮想通貨が跳ね上がりクリプトルネッサンスが起こると予想していますゼロヘッジはこの調子だと数週間か明日にはそうなってしまうかもしれないかもと付け加えていますそしてそれは仮想通貨の元祖金ゴールドも同様だともその銀や金以前から銀や金の先物などのデリバティブペーパーの銀や金についてそのカラクリや銀や金の現物から人々の目をそらそうとする中央銀行の影 そして市場操縦の不正について告発し続けているバトラーさん。以前からご登場を願っております彼は、とうとうその先物市場において市場参加者は品渡しもできない。減引きも進み、すなわち実際の在庫状況は倉庫に現物が足りない状況となって、ペーパー価格は吹っ飛んでしまうのではないかと推測しています。バトラーさんは倉庫の状況に加えて現物が足りていない様を表現しています。 銀の販売の現場でのプレミアム上昇から見ても、インドや中国での卸売、現物での需要の急増でも、全ての兆候は実際の供給が満たされないまま、私が今まで見たこともないような極端な現物逼迫を示している。このように表現しています。実際問題、イギリスのロイヤルミントでは、ブリタニア銀貨の在庫が消え、 表示そのものもなくなって、女王の国印の入った最後のブリタニアという要因があるにしても、こんな状況は初めてお目にかかります。ある種特殊な重0音素の大型ブリタニア銀貨ならわかりますが、ロイヤルミントのすべての在庫が払拭していること、そしてブルームバーグにもイギリスの首相トラスショックで現物が売れてロンドンの貴金属ディーラーさんの地金とコインの在庫がなくなってしまったと報道されています。 イギリスポンドが下落。債権と通貨の混乱。貴金属に英国人が殺到した。歴史あるロンドンの宝石街、ハットンガーデンの貴金属商のクンドラさんは、売れて売れて地金もコインも足りていませんとコメントしています。バトラーさんは決して大げさに言っているわけではないことがわかります。そして経済学の色派、需要と供給の関係に反していることを指摘。この半年間今までに見たこともない。 現物の需要の急増と歴史的な価格の急落というこの落差大きな乖離がありました自由市場の需要と供給の法則を信じる者にとってはこれまでで最も奇妙なそして最も難しい時期であって少なくとも私の50年近い経験の中で 最も奇妙な時期であったと言えるだろう。彼の長いキャリアにおいても、ものすごいほどの歪んだ時期を私たちは目撃していることになります。彼は続けます。金と銀の市場で起きていることは、異常としか言いようがありません。現物市場では客観的に測定可能な全ての条件において、 価格の上昇を指し示しているにもかかわらず、その反対に過去6ヶ月の間に、歴史上最も急激な暴落に匹敵する金額で、価格が暴落しているのです。3月8日の最高値から、金は450ドル、22%も下落し、銀は10ドル、36%も下落したのです。彼はアメリカ人なので、ドルで見ると確かに大幅な下落と言えます。しかし、他の通貨で見るとまた別の景色が見えてきます。 あらゆるものが暴落する中で、金、ゴールドは偉大な価値貯蔵手段であった。というブログからのチャートです。円安を加味すると、ほとんど価格が変わっていないことがわかります。そして下落しているのはドル価格とブラジルのレアル価格のみであって、他の通貨はドルに対してすべて弱くなっているので、逆に金価格はプラスを維持していることもわかります。これが先ほどのブルームバーグの記事にあった、イギリスの人々が現物、 地金やコインに飛びついている理由となります。ドルで下げていても他の通貨は通貨安になれば購買力を維持することができることをイギリスの人々は知っています。対照的に日本ではドルが上昇しているということでドル預金やニーサで米国株式を積み立てる方が増えていてショートやプットオプションで利益が出る環境の中で結果的にその利益の資金を提供してしまっているという皮肉な結果となって 何のためにこのような動画を投稿してきているのか悲しくなってしまいますせめて FRB が軸足を転換してからというようなアドバイスを周りがしないのかもしくはそれを聞けないような事情はあるとは思いますが金融庁は金融庁でそれを推奨するというグローバリストの方々に組みしていると取られてもおかしくないような行政を進めていることにも注意が必要ですバトラーさんはもうすぐこのような安いペーパー価格も 終わるる時が来てていいと予想しています。1オンス5000円以上に上昇しても全くおかしくない世界情勢です。といいますか現在量的緩和日本円の量を増やしている環境において果たして手持ちの銀1オンスの本物のお金を5000円札の紙切れになるかもしれない紙ペラと交換しますかという問いかけをしていただきたい重要な局面であることもお考えください。最後に、このの週間の流れを見ても、 究極の生活の担保を考えた場合、都心や都市から離れた、そして原子力発電所からも距離のある、コミュニティへの参加、そして生活拠点を構えることによって、より多くの方々の生命、私たちの安全保障を担保しておく必要性も考慮して、プラン B を進めている方々もいますが、その想定に近い警告がなされています。グローバリストは我々をハルマゲドンに向けて容赦なく更新させていると、 元海兵隊大佐で元上院議員のブラックさんが警告しています。ロシアが国民を軍隊に動員し併合を宣言したこと、そしてウクライナが NATO への加盟を申請していることを発表。この二つの動きは今までで最も大きいエスカレーションとなる可能性がある。最悪の事態を懸念して、元上院議員は公開書簡でアメリカ議会の議員に対してグローバリストは容赦なく、 ハルマゲドンに向けて私たちを更新させていると公開書館で訴えています。これは一見ロシア対アメリカなどの国家対国家、NATO のグループ対ロシアのグループに見えてもいますが、いや、見せてもいますが、その実、ネットワークという観点で言えば、親戚同士であったり、同じ仲間であったり、綿密な網の目のようでもあって、何層ものレイヤーが重なり、 さらにそのネットワークにも派閥があって、分かりにくくなってはいますが、現在ことがあればあるほど、危機また危機があればあるほど、富が中産階級、一般国民から一部に集中している流れがある、この事実は確実にあります。より多くの人々が安全保障を担保する準備を進めれば進めるほど、 まさかまさかなもし何かあった場合ですがより多くの人々が次の世代に私たちの思いを残すことができるのではないでしょうかその担保があればこそ周りの人々と分かち合うこともできます以上今回はイギリスヨーロッパの件、銀と金の在庫についてでした今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました